パリ五輪バスケットボール男子一次リーグ日本84、102ブラジル日本はブラジルに敗れ、一次リーグ参戦全敗で敗退となり、決勝トーナメントに進むことができなかった。男子バスケ、川村勇輝、ネットも揺れないスリーポイントシュート、動画、エースの八村塁が負傷離脱した日本は試合序盤、ブラジルのパワーに苦戦。第1クォーター、9。 から二桁点差をつけられる厳しいスタートを強いられた。第二球は渡辺優太の三点シュートなどで点差を縮めた。一時は二点差に詰め寄ったが、ブラジルに息を吹き返されて36-5-0。その後日本は追いすがったが、11点差で後半戦に突入した。第三球は河村勇輝とジョシュ・ホーキンソンの三点シュートがさえ、四点差に縮めて最終第四クォーターへ。 ホーキンソンが第4球最初の3点シュートを決めて1点差とするなど追い上げたが、ブラジルにリードを広げられ振り切られた。写真は AP。